青さん、青さん、はい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 、あ、おざす、おざす。ちょっと今日ギター持ってきたんですけど。持ってきてるね。はい。あの前もギターを教えてもらったじゃないですか。ああ、ひろきの教えるシリーズね、はい。ちょっとなんかね、止まってたじゃないですか、あのシリーズ。ああ、確かに。ぜひぜひちょっとまた教えてもらえないかなと思って。何をやるんですか今日は。ボッチザロックの新曲やってらっしゃったじゃないですか。ああ、ショートで最近。ああ、そう。光の中へ。そう、あれ弾けたらかっこいいなと思って。ああ、確かに。でもあれむずいよ。むずいんすか。あの前の曲より全然むずいと思う。なんか素人の耳ですけど、聞いた感じなんかいけるかなと思ったんですけど。ああ、やってみる。ちょっとやってみるか。むずいんすね。いや、むずいと思うけどな。やってみましょう。うん。じゃあせっかくなんでヒロキのギターでやる。あ、お願いします。PRS。 PRS。 ちょっとそれマジであのずっと前振りちゃう。これずっとケース入れて押し入れにしまってたんで、ちょっと大丈夫ですか、ホコリとか。マジで弾いてないな多分。マジで弾いてない。マジでさっき吹いたっすけど。またチューニングからやん。お願いしていいですか、ちょっと。チューナーがね。チューナーさっきありましたね。そう、家でやっぱギター弾かんねや、持ってても全く。なんていうんですかね、なんかこう弾こうっていうモチベーションがやっぱまだその楽しいになってないのが多分正直なとこですね。なんかまだ楽しさをちょっと見出せてないと。そうっす、やっぱ楽しいと思ったらできるじゃないですか。まあ、そこよな、多分みんな大体そこやねんな。ああ、そうなんですね。一曲弾けると多分結構楽しみが見出せてくんねや。いや、きっとそうですよね。いやでもこれもむずいからな、無理やろうな多分な。リードギターって基本むずね、やっぱり。バッキング、伴奏から始めるのが一番ベストかな。あ、え、今日今からやるのはバッキングですか。俺はやってたらリードやから、リードしかわからんな。あでしかもボッチロックのギターって結構むずいって評判やねん。あ、はい、はい、プロフェッショナルな。この前のやつも難しいやつでしたもんね。はいはい。まあ、それをね、4日目でやるっていうのが面白いんじゃない。そうか。そうそう。だからできるとこまでやって、はい、無理やなってなったらもう終了するか、そこでな。ああ、前と一緒ですね。そうそうそう、強制終了。強制終了。いや、イントロの一番最初は多分いけんね、ヒロキでも。イントロはいけるってことですか。イントロのほんまに一番最初。ああ、はいはい。めっちゃずれてんな、ちょっと待ってな。そうか。あ、じゃあもうあれ、ギター弾くならドラム叩いてる方がいいかなっていう感じもあるの、ヒロキ的には。まあそうですね、まあやっぱドラムって結構単純っていうか、なんかあの叩けば楽しいじゃないですか、もう。え、まあまあね。だからそんなノリでモチベーションはあるんですけど。確かにギターって導入あれやもんな、弾けるまでがちょっと大変。そうですね、そこまでのちょっと階段が長い気がしちゃってます。でもギタリストからしたらドラムの方が難しいけどな。あ、そうなんですか。全然むずいと思う。いや、ギターの方が圧倒的に難しいですよ、本当。真帆さんなかったですか、その始めた頃そういう経験。いや、ずっとあった。でも俺始めた曲がめっちゃ簡単な曲やったやん。あ、何でしたっけ、あの 3B ラボ。あ、そうそう、一期一会。はいはい。全部パワーコードっていうシンプルなコードしか使わんやつで。ああ。割とすぐ一曲弾けたから、すぐ楽しみを見出せたタイプ。じゃあやっぱ最初はモチベ維持のためにもちょっと簡単な曲っていうのを がおすすめやな、やっぱり。ああ。なのに今日はこれ。ちっちゃな成功体験を積み重ねて。確かにどの楽器もそうっすよね。でも最初はでもみんな憧れるのってやっぱかっこいいギターソロとかやん、多分。まあ確かにやってみたいですもんね、ギターソロとか。でもやっぱなかなか難しいよ、ギターソロは。誠さんの曲って基本もうギターソロみたいなもんじゃないですか、全部。まあそうやな、確かに。ドロップ D でやってるからな。ちょっと待ってよ。ああ、ドロップ D。じゃあ最初からやっていきます、順番に。お願いします。じゃあちょっと自分のギターで一回弾いてみるな、イントロ。お願いします。っていう感じやねんけど、はいはい、
これ多分いけると思うね。ちょあなんかいけそうな気もしなくもないですけど、まあ、オルタネイト、前回やったオルタネイト覚えてる？オルタネイト、あの交互に弾くっていう。あはい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 、一回ちょっとやってみるか。ちょっとやってみていいですか？一回ちょっとやってみていい？最初が D、 ドロップ D なんで8フレット、はい、6弦の8フレット、1、2、3、4、5、6、7、8、はいはいだだだだだだだもうちょっと正面まで。上ですか？上というのは、あこの上の弦を、あそうそうそう、6弦をダダダダダダって、ダダダ、あいいねいいねいいね。で次が15フレット、15フレット、うん、11、いいよ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 、あいいねいいねいいですか？リズム合ってる。で今ヒロキ全部ダウンでやってるから、はいはいはい、まあダウンでもいいねんけど、僕はオルタネイトでこう、わかる？もう一回いいですか？もう一回ヒロキ多分今こう、はい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 、なってるから、これを定規でやった方がいける。前やったけど覚えてる？ヒロキちょっと待ってね、なんかオルタネイト頭じゃ分かってるような気もするんですけど、ちょっとそこだけピックアップしてもらいます。この振りは一定にして、はい、あのカラピッキングするみたいな、前回やった。一回やってみていいですか？うん、1、2、3、4、5、6、7、8、上下、あーまあまあまあ合ってる、でででで、あーそう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 、え合ってます？合ってる合ってる、右手は合ってるけど、あと左手を難しいけどこうででで給付の時にちょっと浮かすねん、はい、指を、あーこう押さえてるのを軽くこうふわって浮かしてミュートする、音が出ない状態にする、はいはい、おーってます、ってる、そうそう、あやっぱリズム感いいね。あーでもそうそうそう、そんな感じで、そんな感じで、で、はい、で次その、あいいね、さすがやな、マジで8から10が行くときにスライドでつなぐねん、はいはい、こうテレテッテレテレテッ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 テデデデデデデ、あ、指を離さずに押さえたまま、はい、押さえたまま削らすみたいな。ちょっと待ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、2、4、5、いや、8って押す。あ、そう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 。8から15に。11、12、13、14、15、これ。あ、そう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 。いきます。あ、分かった。じゃあ、あ、ダウンだけでいく？ゆっくりスピード落としてそうす、ね、ダウンだけでいきます、うん、あ、もっとゆっくりでいい、ダダ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 みたいな、あ、8フレットかな、その隣、 あ、そうそうそう、8から15いきます、行ってください、お願いします、はいはい、まあ、おーいいよ、いいんじゃないですか、ちょっと違うけど、まあ、ちょっと違う、じゃあまあクリアっていうことにしておきますか、あだす、ちょっとまた練習してもうて、ちょそのオルタネートっていうのがあの入ると難しいですね、慣れたらでもこっちの方が絶対簡単やねん、ずっとダウンでやるとやっぱリズム狂うし、はいはい、多分めっちゃしんどいね、はいはい。
じゃあリードこっからむずいねんけど、はいはい、一回ゆっくり弾くな。お願いします。俺も弾けてないけどな。もうダメ、もうできないですよそれ。まことさんできないやつ。めっちゃゆっくりやるか。じゃあな、最初が、はい、こっから入って、はいはい、早いしいっぱい動くしもうね。いや、じゃあもっと区切って、はい、あー、はいはいはい、どこまで行くか。ティロリロリーっていうのが難しそうですね。なんかその、あ、そうそうそう、あのトリル、ここやろ。おお、かっこいい。じゃあここまでやってみるか。お願いします。むずいな、むずいな。最初が、はい、1弦2弦の10フレットをズチーンってやるね。これを2つ2本押さえ、こうやって。はい、1と2を両方押さえて、はい、で、はい、土いや無事だから土あ、ちょっと一回ちょっと一回やるわ。そこだけ一回ブラッシングを入れて。ブラッシング、ちょっと寄っていいですか。土地、うん、裏でアップで、はい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 、音は出すねんけど、え、下に行くときはミュートしてるんですかそれ。ミュートっていうか浮かせてるってことですね。右手でミュートして左手は軽く浮かしてザッ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 90ザッ。あ、そう、右手でも押さえちゃっていいよ弦。 あ、そうそうそうあ、そう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 あ、そうそうそう、あ、オッケーオッケー、できてるできてる。おお、やっぱさすがっすね。オッケー、オッケー。次が15フレットを人差し指で押さえてもらって、ちょっと待ってね。1弦の15フレット。これ簡単に覚える方法ないんですかこれ。これ12。一番大きい鳥を12。ああ、はい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 。あ、なるほど。これ12。うん。で次のインレイは15やね。これ。あ、それ15。ああ、なるほど。そうそうそう。へえ。次は15フレット。はい。あ、そう、人差し指置いて。で、いや、これむずいな。こう弾いて、トリル、あの、薬指を、あ、そうそうそう。あ、そう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 。で、最初の一発だけ弾くねん。ティーリリー、あ、そう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 。あ、そうそうそう。すごい。あ、そう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 。あ、そう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 。そこで。で、2弦の18フレットは弾く。てーれーだけ。うん。で、15も弾く。そこも弾く。あ、オッケー、行きましょう。行きましょう。間違った。ちょっと、ハンマリングオンっていうのと、はい、プリングオフっていう合わせ技やねん、最初。あー。ここで、これハンマリングオンっていう技やねん。あー、はいはいはい。叩いて鳴らす。はいはい。こう引っかいて鳴らす。はい。こうプリングオフ。うわ。これを合わせてトリルみたいな。ああ、なるほど。はいはいはい。なんかその短いフレーズに技が詰まってますね。なんか。あ、そうそうそう。まあ、一発トリルって感じじゃないけど。お、早っ。ここで終わるのか今日は。いや、行きましょう。こういうことですか、弾く。あ、そう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 。あ、そう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 、おー、いいねいいね。あ、そう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 、おー、いいねいいね。トリル極めしも、いいねいいね。おー、いいねいいねいいね。合ってます。合ってる、トリルはできてる。んで、あ、そうそうそう。あ、そう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 。あ、いけたよ。あ、おーおーおー。いや、うまいな、さすがやな。体すごいねじれちゃう。オッケーオッケー、いけてる。ヒロキちゃんと練習したら結構上達しそうな感じするけど。いや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 、これむずいよ、むずい。
で次が、はい、えオッケーですか、ブルーノートっていうちょっとおしゃれな音使うねんけど、はいはい、な18フレット、はい、3弦18フレットから1フレットだけスライドさして、これいけんちゃう、あ昨日いけたな多分、3弦18、薬指で押さえてで1個左にスライド引いてから、あそうそうそう、うん、で次が15フレット、テレテレ同じ弦ですか、うん、あまあ音は合ってるけど、そこ久しぶりやな、こうあルルこう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 、もう一回弾いていいですか、こう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 、はい、あそこは弾く、あそう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 、あ、そう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 、いや、指が開かないですね。あ、いいんじゃないですか、クリアでいいんじゃないですか、はい、はい、行きましょうね、じゃあ次行きましょうか、で、チョーキングも入ってきます、ここでチョーキングこれ俺な、前ショートで俺1音チョーキングしてたんだけど、はい、なんか半音らしいわじゃなくてちょっとだけ上げるみたいな、え、その半音とか一音ってその手元でコントロールしてるんですか、あ、そうそう、え、すごっ、それ耳で聞いて今半音上がってるとか、まあ、耳も感覚もあるから、でも慣れてきたらもう、すごいですね、ここまでやってみるか、かっこいい、それかっこいいよな、ちょっともう一回お願いします、ちょっと普通に見ていいですか、手元を4弦15フレットスタートやな、じゃあちょっと一回、はい、あ、そうそうそう、それは全部4発弾く、4発、はい、あ、いいねいいね、オッケーオッケー、 で最後その薬指をはいチョーキング上にクイッて、あ、そう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 、どれぐらい上げたらいいんですか、これ、え、上げてみて上げてみて、あ、それぐらいそれぐらい、指痛指痛あ、もう血出そうっすわ、あ、俺やったわそれ、ショート動画で、なんですか、ギター上級者が気づかない初心者の苦痛みたいな、いやもう痛いです、本当にこれ痛いんか、やっぱりすごい痛いですね、あ、そうそう、で上げたら、え、もう一回戻すねや、こう、はいはいはい、上げて戻す、あ、そう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 、それを引く、上げて上げの戻す、あ、そうそうそう、あ、そう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 、あ、いいね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 、あ、いけた、クリアということで、これクリアですか、クリアですね、なんか今この指だけでこう持ち上げてるんですけど、うん、ああなるほどね、こう3つ使っていいんですよ、チョーキングは確かに、ヒロキ今こう1本の指でこうやってるやん、こうやって俺でもしんどいわこれ、あの指1本に負荷がすごいっすこれ3本で上げてんな、はいはいはい、指押さえてこの2つも力入れてる、3つの力で、半音やからさ楽やけど、1音とか1音半もあるから、はいはい、多分1本じゃ多分無理やから、おお、あーおーおーおー、やりやすい、上がり上がり、あ、そう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 、次がこれむずいねんな、こっからこれ最難関ですね多分もう見るからに難しいですよ、ここまでいったやん、こっから18フレットの2弦に行って、はい、
で、これ中指で押さえるのやん。はい。で、薬指で19フレットの3弦を押さえて、スライドで戻んねん。ここまで。いやー、ちょっと。これは多分むずいけど、一回ちょっと。一回。18フレット。ちょっと遠い。あ、そこそこ。そう、指折れますよ、ほんとに。その時も、人差し指離しても大丈夫。あ、なるほど。あ、そうそう、トゥーンで3弦の19フレットこっから分かる、スライドで戻る。あ、まあむずい。これがでもこのフレーズが結構エモいね。なんか言ってきますね。あ、そう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 、これを早く、それを早く、そうそうそう、あ、そう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 、流れはそれであった。まあ、OK、OK ですね。クリアということで。はい。はい、お願いします。いや、その次が、ここ行ってない。ここまで行って、はいはい。ここまで行きますか。どうなってるんですか、それは。これは、まあ、予言の17フレットから、まあ、こう。最後にチョーキングがこう2回、はい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 、ここがポイントかな。はい、かっこいいですねそこ、うん、行ってみます。お願いします。3弦の15フレット、うん、はい、そこを2発、トゥタタ、あ、そうそうそう、トゥタタ、あ、そう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 、で、そのまま薬指で17フレット押さえて、あ、そう、ほんでチョーキング2発、あ、そう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 、かっこいい。あ、な、ひろき今、はいはい、こう言ってんな、ひろき、はいはい、じゃなくて、トゥタタタタラララ、わかる、オーケー、久しぶりをもう一回、もう一回、もう一回弾くんだ。あ、そう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 、オーケーです、行きますか。あ、そう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 、オーケーですね、クリアでいいんじゃないですか。音消えていくよな絶対。あ、なんかすげえ。でまたこれ最初に戻んねや。はい、ここまでいったら、いや、もうダメだで終わりやねんけど、2周目は最初にやったことをもう一回やるから、はいはい、そこはパスするわ。あ、パスで、一番最後のここまでで終わりやねん。はいはい。で、これこれさっきのプリングってやってん。ああ、最初にやったやつですか。はいはい。これを2発こうってやんねんけど、いやー、これむずいよな。ちょっとやってみて。いや、この曲はほんまに難しいと思う。な、はい、15フレットの2弦3弦を人差し指で両方押さえて、はい、これ制覇って言うんだけど、制覇、うん、で、こう、わかる？ここは押さえながら2弦16フレットプリング、3弦17フレットプリング、こうやって、そう、ひろきこうなんか丸まってんね、こうなってんねやん、はいはい、こう反る感じ、反る感じで2本押さえる。あ、そう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 、3本押さえてますけどいいですか。あ、3本でも大丈夫。あ、押さえて、そうそうそう、あ、そう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 、合ってますね。で、それを1回ずつピッキングすんねやん。ちょっとあれカメラ持ってるから引かれへんけど、はいはい、ピッキング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 すごい。おお、いいねいいねいいね。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。で、次が、はいはい、もうラストっすね、これが。お、ラスト、テレテレっていったんで、テレテレって、これもむずいね。で、最後にまた
ここまでいくか。そこだけやって終わるか。 OK です、いきます。うん、あ、惜しい。あ、もう一個隣。あ、そっちそっち。いきます。うん、あ、いいねいいね。うん、離して、うん、で、でで。もうそろそろいけんじゃないですか。もう大丈夫です。あの、ほんまにそろそろ締めてもらっていいですか、最後。ちょっと忘れないうちに、うん、いきますね。うん、15フレット。オッケーです。いきますね。うん。おー、いいよ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 。いいよ、いいよ。おー、いいね。あ、いいんじゃないですか、じゃあ。完璧っすかね。これで、これで一通りオッケーですね。じゃあ、最初からやってみます、もう一回。最初から。ちょっとじゃあ、最初から。うん。何でしたっけ。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。もうすごい、もう聞いてるだけで分かったっすから。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。ドットタン、ドットドタンでしたね。これで一回無視するな、ちょっと。あ、そうですね。あ、そうそう。これ入るとむずいよな。それ入るとむずいですね。で、なんかあの、最初。感じで。